お花紙で大きな松を作りましょう。基本的な作り方は小さな松と同じです。枝の部分は茶色か黒のモールで作っています。大きい松の枝は20センチぐらいのものが約20本必要です。モールが手に入らない場合はお花紙で作りましょう。茶色のお花紙を半分に裂き、それを2つに折ります。少し短めのワイヤーを2本用意してお花紙で包みます。包んだまま2本のワイヤーを端までねじっていきます。両端は水のりを指の先に少しつけてねじるようにして形を整えておきます。葉っぱは6等分の屏風折り型紙を使いましょう。型紙はお花紙2枚分の大きさを半分に折り、それを6等分の屏風折りにしたものです。葉っぱには青緑のお花紙を2枚使います。ツルツルの方を外側にしたら、先ほどの型紙の中心よりも1センチぐらい離れたところに挟んで、型紙の折り目に沿って折りたたみます。はみ出たところを指で押さえて型紙を引き抜けば、6等分の屏風折りの出来上がりです。それを縦にして半分に折ります。折り山が全部輪になっている方から丸く切り落とします。2つ折りにした真ん中の部分は両側から斜めに切り落とします。端からまっすぐハサミを入れていき、細い松葉を作ります。あまり深く切り込みすぎると後で開きにくくなるので、切り込みは2センチぐらいまでにしておきましょう。開くと羽のような形をしていますから、真ん中に最初に作った枝を引っ掛けます。ぎゅーっと引っ張って1回ねじます。それから葉っぱのお花紙を開いていきます。2枚重ねになっていますから、破らないように気をつけながらそっと開いていきましょう。端まで開いたらもう一度2つ折りにして刃先を整えておきます。反対側も同じようにします。丸くなったら半分に折って4枚重ねにします。刃先をきれいにしたらワイヤーを半分だけ戻して先を曲げ、全体の形を整えます。これをたくさん作り、松の幹と組み合わせて飾りましょう。